ちまった。見つけたわ。あんたの娘はここにいないって。まったくどういうことだ。ちっぽけなネズミの分際で小賢しくも私の城に入り込み、そればかりでなくその薄汚い手で娘たちに手をかけ、今度は私の大切なものまで盗もうっていうの。冗談じゃないわ。そこで待っているがいいわ。地獄の底まで追いかけてその体を切り裂いてあげるから。くしょ、何とでも言え。と思った。バラバラに切り刻んでやる。可愛い我が子に会う前にね。ドミトレフの城を荒らした罪を思い知るがよいわ。どこへ行こうっていうのかしら。いくら逃げようとしたって無駄よ。you
んだよこの城は。
様、汚らわしいよそ者の分際で。やっと私に会いに来たのね。みんな私に夢中になる。ああ、照れちゃって。かわいそうなの。逃げられないわよ。こんなことするの？ねえ、どうして？どうしてこんなこと？ダメ、寒すぎる。私を愛してないの？本気じゃないわよね。その手を下ろしなさい。夢よ、これは夢。私まだ死にたくない。君はうんざりだ。
他の子に先を越されたかと思ったうそよ、こんな逃がさないわよ。お前は私の大事な獲物なんだから。何かれた魔女め。